愛のアニメをみんなで作ります。もう予定の終わる時間を過ぎています。続いてはこちらのコーナー、藤田茜声優アイドル声優と計画。はい、じゃあ始めます。はい、もうちょっと怒ってるよ。もう説明もいらないです。このコーナー説明いらないと思うんで。このコーナーは大喜利コーナーです。言われたお題に対して私となんとなんとびっくり大西氏がはいはい、セリフを言っていくっていうコーナーです。超苦手コーナーです。ラジオさん、大西さんに脈々とアイムの結束をね、担っている。そうやってなんかすごいハードルをなんか放り投げてこないでください。まあやっていきましょう。はい、というわけで本日はですね、ガチ青春対決兄弟編っていうわけで、ほう、まあ、なんかお題がね、兄弟、うん、兄妹な感じになっているお題ですよという。じゃあ自分たちは妹としてやればいいってことか。そう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 、お兄さんがやりたければお兄さんやってもいいけど。あ、本当？妹として、妹で、妹で、あの妹としてわかりました、はい、妹ね、お兄ちゃんいないからな。おー、じゃあまあそこら辺は想像で補っていただいて、はい、じゃあお題をいただきたいと思うんですけども、うん、じゃあ自分からいきましょうか。いいですか。はい、はい、じゃあお題、そうっすね、まあバレンタインで手作りチョコですね、はい、をお兄さんに渡すときに一言ください、うん、どっちからいきますか。私でしょ、どうせ。おほらもう大変なんで、42分だからね、はい、今じゃあ、兄弟青春対決、バレンタインで手作りチョコを兄さんに渡すときに一言お願いします、はい、ギリだからてってて、ニコニコ、あれやっぱり照れ隠しが多いですよね、藤田さん、ね、そう照れちゃうから、こっからオーディション最高のパフォーマンスが。先輩の振りきつい。きついよね、先輩だから ね、 きついよね、大変だね。しかも私も今日すごいもうランニングしに来たおばちゃんみたいな格好で来ちゃったんですよ。見てこれ、イエーイ、ランニングするよ。じゃあそうですね、松岡さんお題、先輩として。そうですね、あ、別のお題になるんですか。当たり前じゃないですか。私今チョコレート準備してたのに。あ、大丈夫です。いや、そんな甘くないよ。嘘、同じお題でいく。同じお題でいくって。同じお題でいくって。じゃあ私このちっちゃいやつで、うん、はい、じゃあ兄弟青春対決、走るんだね。バレンタインで手作りのチョコを兄さんに渡すときに一言、はい、お兄さんお願いします。本命だよ。いや、本命でしょ、兄さんには本命でしょ。何これ、こいつは、いや、いいな、こいつはいい意味で突っ込んできたな。あれだよね、血が繋がってとかその関係ないから、関係ないよ、ね、だってさぎりとね、そう、まあ、血は繋がってないけど、そう、うん、あれだって関係ないから。じゃあ、あ、これは判定はせず、次のお題をじゃあ松岡さんから一ついただいてもいいですか。そうですね、うん、じゃあ一緒に山登りをしてて自分は水を飲み切ってしまって、兄さんがそれに気づいて自分が飲んでる水をそのままほらやるよと手渡された時に一言。どっちからいく。じゃあ私からいこうかな。本当に、うん、ちょうどいいのある。じゃあ渡そうか。なんか空っぽじゃないですか。空っぽなの。めっちゃ飲んだの。満杯のやつ渡して。分かった。じゃあいけるよ。いきますか。じゃあ兄弟青春対決、松岡さんにほらやるよっていう言葉をいただいていいですか。あ、いいですね、はい、じゃあちょっとその前ありますから私。はいはい。じゃあ自分が飲んでる水をそのままほらやるよと手渡された時に一言。はい、いきます。ほら、サウリやるよ。ありがとう、お兄ちゃんのお水、美味しい。え？え、これダメだったやつ。いや、意味深で書かれてるよ。これ、え、
これ深夜のやつ深夜のやつになっちゃった。これもしかして嘘、鬼獅子噛んだ。あーうまい、お兄ちゃんの水うまい。だってお兄ちゃんのお水だもんこれ。おやおや、はい、おやさん、すいません。よし、じゃあ私も渡す係やるから。鬼獅子と間接キスだ、イエーイ。何の話や。じゃあ自分が飲んでる水をそのままほらやるよと手渡された時に一言、藤田さんお願いします。金やるよ。気持ち悪い。ちょっと今さ、私の範囲を見た向こう画面の向こうの人がちゃんとお兄ちゃんになるようにお水をこっから渡したのよ。みんな今自分で渡した気持ちになったでしょ。気持ち悪いって。ちょっとちょっと、え、でいやこれはせっかくやってあげたのに、まあ、こんな感じです、いつも。あ、そうなんですね。こんな感じなんですね。なるほど、うんうん、いやこれはお互い両極端できましたね。確かに。さすがですね。アンケート取りますか。あ、はい。あ、これアンケートなんだ。アンケート取って、ですね、これ妹に欲しいのはどっちっていうアンケートなんですね。そうです、うんうん、というこれ厳しいな。はい、じゃあアンケートいきたいと思います。どうぞ、出るかな。多分人によるだろうね。まっすぐ来てほしい人と、ちょっとド M なお兄ちゃんだったらあーちゃんの方がいいかもしれないし。これ答え、あのアンケートの結果を出すタイミングで柏田さん、松岡さんにも札を出していただきますので、はい、ご準備をお願いします、はい、2人ともガチで欲しい方を選んでくださいというカンペが。結果、大丈夫ですかね。大丈夫ですか。じゃあ行きたいと思いますよ。妹に欲しいのはどっち。結果、ドン。はい。あーは、お、おいしし、あれあれ、こっち割れてる。あれ、え、どっちなの。どっちどっち。いや、はい、というわけで大西完了でーす。危なかったよ。結構ね、結構なんだと分かってきたんですよ、視聴者の皆さんも。藤田さんの良さに。そうだよ。9回目にしてやっと。いや、分かってるでしょ、もう。そう、42% と 58% って結構大きい。そうですね、うん、危なかった。まあまあまあ、というわけですね。もうでも分かんなくなっちゃったんですよ、私。何が清純か、まあ、清純とは何ぞやっていうのはちょっと疑問だよね。分かんない。まあでもマジでリアルに考えたとしたら、ああいう反応になるだろうなっていうのは藤田さんの方がリアルだった。確かにそうですね。気持ち悪いっていうね。そうなんで、ん、初心者には 清純な勝ち名乗り。勝ち名乗りって何ですか。取った動的なやつ。取った動的。全国のお兄ちゃんに勝たせてくれてありがとうって。私お兄ちゃんいないけど、うん、1月休んじゃってごめんなさい。今日来て全国のお兄ちゃんに会えてとっても嬉しかったです。ありがとう、ちょい。なんで私罰ゲームみたいになったの。いやいや、罰ゲームじゃないですよ。罰ゲームじゃないですよ。良かったですか。はい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 、青春の見本が見たい。はい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 、青春の見本が見たい。はい、青春の見本が見たい。青春の見本が見たい。ちょっと本当に心配になっちゃった。青春の見本が見たいです、先輩。先輩、バイバイ。青春の見本って何ですか。青春に見本ってあるんですか。じゃあ松岡さんなりの青春とは何ぞや。松岡さんなりの青春が見たいな。はい、先輩のお手本が見てみたいな。じゃあ折さん、お題目選んでもらっていいですか。え、私選んでいいんですか。いいですよ、だってご褒美ですもん。やっと、嘘、私が選んでいいの。だって先輩のね、勇姿見たいですもんね。そうですよね。あ、じゃあこれがいい、今の時期にぴったり。卒業の日、号泣している兄さんを見て一言ですけど、まあ松岡さんバージョンなんで、じゃあ妹ってことですか。妹がいいっすね。号泣してる妹を見て一言、お兄ちゃんとして。
お兄ちゃんとして号泣してる妹を見て一言。そう、お姉ちゃん。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 お兄ちゃんにします。お兄ちゃんにしましょうか。お兄ちゃんにしましょう。イケボ聞きたいですよね。ね、あ、すごい。でもコメントお姉ちゃんでって書いてある。お姉ちゃんで。お姉ちゃんとしてにします。はい、じゃあお姉ちゃんで。お姉ちゃんで。じゃあ妹、妹をやってくさ。勝ったから仕方ないから。お姉ちゃんと妹で。いや、言葉だけでいいよ。あ、大丈夫だって。言葉だけでいい。じゃあ言葉だけで。先輩、先輩優しい。卒業の日だっけ。卒業の日。卒業シーズンの、はい、じゃあ兄弟青春対決。卒業の日、号泣してる兄さんを見て一言。もう一回お願いします。いきます、いきますよ。ちょっと待ってください、一回噛みたいんですけど。大丈夫です。行ってきてください。鼻かみタイム入ります。はい、こっちに振ってください。はい、いいですか。あのね、花粉症って辛いんですよ、わかりますか。薬飲んでてもね、ダメな時はダメなんですよ。鼻水って出てくるんです。私もうね、ここが本当に痛くてね、しょうがないんですよ。夜だってここがもうダラダラになってるから。さっきね、メイクさんにワセリン塗ってもらったんだから。メイクさんに本当に申し訳ない。はい、準備できたようです。できた。はい、卒業の日、号泣してる兄さんを見て一言。いつも靴下を反対に履いてくのやめてくれません？え、これお姉ちゃんだよ。え、これ誰になったんですか？誰になったんですか？サギリちゃん？サギリちゃんになったんですか？もうカオスな姉ちゃんだよ。え、誰に？お姉ちゃん？何で演じてたの？妹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 ？え？あ、号泣してる方だったんですか？あ、そう、号泣してる方だった。いや、どっちにしろ。号泣してる妹を見てお姉ちゃんとして優しい人。あ、いいよ。大丈夫、大丈夫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 。落ちた、落ちた。満足感が、もうなんか満腹がすごい。満腹感がすごいです。はい。はい。大丈夫です。こういうコーナーです。こういうコーナー、私、7、8回やらせてきました。本当に大丈夫？はい、頑張ったでしょ。頑張ってるね。本当にシチュエーションを反対に間違えたってことでしょ。大丈夫ですよ。でも反対でも素晴らしいシチュエーションで落としたっていうのは素晴らしいことです。大丈夫？本当に大丈夫です。すごいまとめかかってるよね。まとめよう。はい、このコーナーでは藤田茜が、そして愉快なゲストたちが毎回いろんなことにチャレンジしたりさせられたりします。以上、藤田茜青春派アイドル化、青春アイドル声優化計画でした。